ガチャガチャとコスモス対決よ。あー、夜のブロードウェイか。なんか閉まってんな。コスモス対決よ。これやってみないな。分かった、じゃあいいよ。これやってみたい。お父さんコスモスだよ。コスモス100円なんだよね。違うね。100円かける5枚です。500円しょうがない、やろうか。昭和の時代だからね、100円は。今は平成ですから。そっか。じゃあお父さんからやろうか。うん。ねえ、友達引っ張ってみたい。こういうのが出るの？なんだろう、全然わかんない。やる？やったことないコスモスって。いくよ。ちょっと待って、ゆっくり。忍者って書いてあるよ。忍者グッズで。じゃあ、いくよ。待ってね。出てきた？お、出てきた。何でしょう？見してください。何？水素爆弾。なんか遊び方。化学部って書いてある。外で遊んでください。バキャン、すごい爆発音。必ず外で遊んでください。幼児の前ではやらないでください。だって幼児の前って君たちの前ではこれをやらないでください。なんか危ない遊びなの。危ない遊びだよ。大人しかできないね。でもこれ昔は100円だったんだ。200円って書いてある。あ、200円か。お父さんなんかニヤニヤしてんじゃん。嬉しい？嬉しいです。ちょっと微妙な顔にも見える。これ。はいはい。これなん、これは怪しいけど。何これ？一人1契約までを推奨しますだって。はい、じゃあ。何それ？はい、ともちゃん、はい、見えます。ともちゃんのがっかりした顔が見えます。お父さんもちょっとがっかり。ちょっとがっかり。お父さんもちょっとがっかり。それがコスモス。はい、はい、お、なんか黒い玉が出てきた。これがカチカチ。あ、なんか出てきた。これだ。これあれじゃん、なんか指輪じゃん。指輪。指輪。かっこいい。かっこいい。これはなんだこれ。あ、レコードだ。レコードのなんか。カセットテープが良かったけど、でも嬉しい。なんかこれパスケースみたいな感じ。うん、なんだ。ポーチなんだって。うん。ちかちゃんの財布にしようぜ。でれーん、おーしゃーん。あばーしゃーん、ばじゃーん、しゃーん、ばじゃーん。すごいね。そしてレコード、コスモス VS バーサス、ガチャガチャの昭和 VS 平成の対決でした。すごいね、これ。がっかり度はどっちも変わらない。どうした？これでがっかりの顔になる。バイバーイ。